HD85512B は、軽型種系列性である HD85512 を公転する太陽系外惑星である。地球からは、ホザの方向に約36光年離れている。加減質量が 3.6M のスーパーアースで、発見当時は、基地の系外惑星の中で、最も質量が小さい部類に入るものだった。また、 2011年時点では、グリーゼ 581D と共に居住するのに、最適な太陽系外惑星の候補と考えられていた。この惑星の加減質量は、地球の質量の3.6プラスマイナス0.5倍で、地球型惑星の可能性がある。アルベドを0.3と仮定した場合、放射平行温度は 298K と推測される。ただし、 大気の状況によって表面温度は平行温度とは必ずしも一致しない。この惑星は恒星から 0.26au の場所を降転している。惑星の大気上限には太陽定数の約1.8倍の仕事率で恒星から放射エネルギーが到達する。光転周期は58.43プラスマイナス0.13日で自転周期と光転周期が等しくなる。 超積ロックが起こっている可能性がある。この惑星は、スペクトル分類計 5V 型の恒星グリーゼ370の周囲を公転している。この恒星は、質量が太陽の0.69倍、表面温度は4715系で、高度は0.126太陽高度、再総活動性指標から推定した年齢は56.1プラスマイナス6.1億年になる。 比較として太陽は、温度が 5778K、年齢が46億年である。この恒星の主等級はプラス7.67であり、肉眼では見えないが、高性能の双眼鏡を使えば見ることも可能である。しかし、日本からホザを見ようとしても一部分しか見えないので、この星を観測するのは難しい。HD85512B の軌道と恒星の ハビタブルゾーン2011年、カルチネガーラは、放射平行温度が 270K 以下であることを、ハビタブル惑星の条件と仮定し、この惑星が、円軌道である場合アルベドが0.48以上、軌道離心率が0.11プラスマイナス0.10の楕円軌道であれば、アルベドが0.52プラスマイナス0.05以上であることが条件を満たすために必要だと、推定した。 必要なアルベドの加減は、昼半球から夜半球へ熱が効率よく、分配されるかどうかに影響される。地球のように高速で自転する惑星では、蒸気の値となるものの、超積ロックが生じて自転が遅くなっている場合はより、高いアルベドが必要になるかもしれない。この惑星は、恒星から 0.26au の位置を周回しており、 この距離はこの恒星のハビタブルゾーンの内側の限界付近だと考えられている。もしこの惑星の50%以上が雲に覆われていれば加熱が防がれ居住可能性は増すと考えられている。一方で2013年にコッパラプラが発表した新しいハビタブルゾーンの範囲ではこの惑星は高温のゾーンに分類されるため ハビタブルでない、つまり居住に適していないと考えられている。この惑星は、ヨーロッパ南天天問題が運用する地理のラシア、天文台の A ソ3.6メートル望遠鏡と、分光器ハープスを用いて発見された。発見には、恒星のわずかな変動を検知しその惑星の存在を、間接的に発見する、ドップラー分光法が用いられた。 発見を報告するジュネーブ展問題のフランチェスコ・ペペを筆頭を著者とする論文は2011年8月17日にプレプリントとしてアーカイブに投稿され同年10月にアストロノミーアストロフィジックスに掲載された内容は HD2794HD85512HD192310 の3つの 惑星系の発見を合わせて報告したものだった。発見論文がアーカイブに投稿されたのと同じ日、HD85512B の居住可能性について論じたカルチネガーラの研究がアーカイブに投稿された。この研究には発見論文の著者の中からペペというドライが強調者として名を連ねている。ありがとうございます。